ルノワールと女性美の追求第3回は傑作誕生印象派との別れ1876年4月11日から5月9日までデュラン・リュエル・ガロを借りて第2回印象派展が開催されましたルノワールは修作陽光の中のラフなど 18点を出品しましまた保守的な雑誌「ル・フィガロ氏」氏に発表されたこの修作「陽光の中のラフに関するアルベール・ウォルフの文章は印象派に対する旧世代の無理解を示す不名誉な例としてしばしば取り上げられていきました。ルノワールノー氏に女性の上半身は 緑や紫のシミのある腐敗した肉の塊などではないのだと説明してあげようこんな色のシミは死体が完全な腐敗状態にある時にできるものだ彼は少女の上半身に施された光と影の効果の表現を彼女自身の固有色だと誤解していたのです。 滑らかに仕上げられた絵画を見慣れた当時の批評家たちの目にはこの作品はあまりに大胆な表現に思えたのでしたこれは散歩に出かける子どもたちこれも批評家の嘲笑を浴びた作品です例えばアルチュール・ベニエール。遠くから見ると青みを帯びた霧がかかっていてその上に 6粒のチョコドロップがくっききり浮き出ているはてこれは何だろうそこで近づいてみるとなんとドロップは3人の人物の目で霧は母親とその幼い娘たちであったこれもデッサンが不十分で未完成のギガ的な作品だとする印象派に対する典型的な批判です。 当時印象派が一般的にどう受け止められていたかは風刺画からもわかります。これは印象派の画家の展覧会。警官が妊婦の入場を制止しています。奥様、印象派展の会場に入るのは危険です。お引き取りください。印象派の絵なんか見たら、ショックで破水してしまいますよってとこでしょう。 これも笑えます。印象派の絵で敵兵を打ちまかすトルコ兵。印象派の絵で驚かせて敵兵を蹴散らそうとしているのです。一体印象派の絵の何がそれほど問題だったのでしょうか。第一に技法です。軽快な筆使い、明るい色調、そして何より輪郭線が 不明瞭でであった点です第二に風景・都会人の生活を主題にした点印象派の画家たちは自分が目にするものを自分の印象通りに表現しただけですがそれは当時のサロンの審査基準を大きく逸脱するものだったのです。サロン・観点は 当時フランスで唯一の公的な作品発表の場でした例えば1866年のサロンパリの人口180万に対して入場者数はなんと30万人画家にとって入選するかどうかは死活問題でしたではサロンの審査はどのように行われていたのでしょうか まず審査員は管立美術学校教授や美術アカデミー会員で保守的でした審査基準は主題にはっきりとした序列がありましたギリシャ・ローマ神話や宗教画が上位で次いで文学作品歴史的大事件と続きます風景画風俗画はずっと低く見られていました,また 技法は、明確な輪郭線、自分が目にするものを自分の印象通りに表現する印象派の絵画はサロンの審査基準からは全く外れていたのですそれでも現代生活への関心は高まりつつありましたエミール・ゾラは1868年こう述べていますマネやクールベの、 素晴らしい作品が発表された後今の時代を絵画の対象にすべきでないと思う者は誰もいないはずだ。またゴンクール兄弟はドガを批評してこう言っています。ドガは現代に夢中になっており現代の生活を描写することによりその真髄に迫ろうとしているのだ。そして このような現代性、モデルにてへのこだわりは次のような背景がありました。産業革命を背景にした商工業の発展、パリの大改造による都市生活の変化、そして余暇の誕生です。それらは一言で言うなら日常生活の激変です。ルルノーに、 話を戻します。1877年4月4日から30日まで、第3回印象派展がアパルトマンの2階を借りて開催されました。グノワールは21点を出品しましたが、その中の1枚がムーランドラ・ギャレット。ムーランドラ・ギャレットは、モンマルトルの丘の中腹にあったダンスホール。日曜日だ。 さあ踊りに行こう。これが当時のダンス好きのパリっ子たちの合言葉でしたモンマルトルの「ムーランドラ・ギャレットは」は中でも評判のダンスホール毎週日曜日の午後3時から深夜まで郊外のエリアでダンスパーティーが開かれました手前に陣取る若者たちも 中継でダンスを踊る何組かのカップルも全てルノワールの顔見知りばかりさながら仲間たちの集団肖像画といった趣があります地面や人々に降り注ぐ木漏れ日の具合から見て描かれた時刻はまだ開場して間もない昼下がり明かりがつく前夜まで陽気に踊り続けよう お楽しみはこれからだという盛り上がった気分が画面いっぱいにあふれています木漏れ日が一面に降りかかり明るい色彩の斑点が画面を埋め尽くしています生きる喜びという言葉がまさにぴったりの文句なしにルノワールの最高傑作ですジョルジュ・リヴィエルは この近代生活の遺言状ともいうべき作品について、1877年4月のランプレッショニスト氏の中で次のように書いています。これは歴史の1ページであり、パリッコの生活の貴重なかつ極めて正確な記録である。ルノワールより以前には、誰もこういった日常の出来事を これほどの対策の主題として取り上げることを思いつかなかった彼のこの大胆さは必ずやそれに見合うだけの成功を手にするであろう我々としてはここでこの絵が将来において担うであろうその大変な重要性をあえて強調したいしかしルノアールは生計を立てるために作品を売る必要を強く感じていました ルノワールは「第4回印象派展に参加しないことに決めサロンに復帰します」ドガはサロンへの出品を再開したルノワールに「やつは必要なら安酒場の奥にも絵を並べるだろうね」と非難しましたがルノワールは「君がそうすれば群衆が酒場に押しかけるだろうけれど僕がそんなことをしても 見に来るのはせいぜい召使いや漁舎ぐらいだろうと交わしました第一回印象派展からルノワールにはサロンに対抗するといった攻撃的な考えはありませんでしたただ全力を尽くして絵を描きたいだけでしたドガ以外の仲間はそんなルノワールのシーンを知っていたのでサロンへの復帰に寛大でした ルノワールは印象派の同調者であった画商デュラン・デュエルにはサロン復帰の理由を率直に弁明しておく必要があると考えたようで1881年3月北アフリカへの旅行中にアルジェから彼にこんな手紙を書きました私がなぜサロンに出品するのかご説明してみたいと思います。パリには サロンに出品していない画家を好む愛好家は15人もいないでしょうそしてサロンに出していない画家には花も引っ掛けない愛好家は8万人もいますだから私は毎年たった2枚ですが肖像画をサロンに送るのですそれに出品先によって絵の価値が下がると考えるほどマニアックになりたくありません 一言で言えば、サロンを嫌いする暇さえ私には惜しいのです。そんなポーズを取ることすら面倒です。最高の絵を描くことが肝心、それだけです。私が自分の芸術を軽んじ、野心から自分の芸術理念を犠牲にしてもサロンに出品したのなら、批評家の非難も理解できます。 でも実際はそうでないのですから何も言われる筋合いはありません。毎度のことですが私は今良い作品を描くことしか頭にありません。友人たちにも私の立場を説明してやってください。私がサロンに出品するのは全く経済的な理由からです。確かに経済的理由もあったことは間違いありませんでしょう。 しかし、より本質的な理由は、印象派との絵画観、芸術観の違いにあったように思います。印象主義は何より屋外の光線を重んじていましたが、ルノワールは屋外よりも室内、風景よりも人物に発想の重心がありました。特に、現実のものもとして、 触れることができそうな存在感のある女性をルノアールは描きたかったのです。風景や光の中に人間を埋没させてしまう印象派とたもとを分かつことになるのは必然だったように思います。復帰した1878年のサロンでココアのカップが入選します。そしてルノアールはこれ以後 印象派展には参加しなくなりますそして翌年のサロンでシャルパンティエ夫人とその子供たちが好評を博しルノアルの成功を確固たるものにするのですゆったりした黒いドレスを着たシャルパンティエ夫人が日本風の今のソファに腰掛けています 背景や御座を敷いた床は日本風。この頃、ブルジョアたちの間では日本趣味が流行っていました6歳の長女ジョルジェットは愛犬の上に腰掛けておりお揃いのワンピースを着せられた3歳の長男ポールは椅子に座っていますフランスででは男の子であっても、 子供の頃にワンピースを着せて育てる習慣がありました。色合いの温かみ、正気に富んだ調和、気品と優しさあふれる母子の姿が称賛され、見事入選を果たし、批評家からも宝刀息子の帰還と好意的に評価されました。この絵の成功で、ルノワールには裕福な顧客から、 家族の肖像画や邸宅を飾るための装飾画の注文が相次ぐようになり経済的にも安定していくのです。